ということで今回も超マニアック回、日本神話に登場する謎だらけの神、大物主真相究明編でございます。ということでね、大物主について前回までのお話で分かったことは、1、大国主イコール大物主である。2、大国主はアマテラスの子孫よりも先にヤマトの血を治めていたのではないか。3、危機ではヤマトの血を治めていたのはニギハヤキだとされている。まとめるとこの3つでございます。今回からは謎が謎を呼ぶ神、大物主を紐解いていきたいと思います。これはとんでもないことになるぞ。まあ、天の神アマテラスは地上を治めてた大物主と戦争になってね、アマテラスが勝つわけですよ。それで天と地を支配する存在となったわけですよ。ね、天の神アマテラスは、私は地上におりませんよと、孫のニニギアと地上を治めてきてって言って孫を送るんですね。で、そのアマテラスの孫が地上に降り立ってから数百年経って、そのアマテラスの子孫がね、宮崎県じゃねえなと、ヤマトの地を取りに行くぜってことで旅立つわけですよね。そしてヤマトの地を支配したニギハヤヒと対峙して、なぜかこのニギハヤヒは、あーヤマトの地ですかと、全然譲りますよって言って譲ってくれたんですよ。そして言われびこはこのヤマトの地で日本初の天皇、神武天皇として即位したわけです。まあ、そこからはね、古事記とか日本書紀とかでも天皇を中心にお話が進んでいくわけですよ。なんとですね、ここからだいぶ前にフェードアウトしたはずの大国主とか大物主がね、日本神話の中で何回も何回も登場してくるんですよ。まあ、時系列的に考えてもこれだいぶおかしくないですか。大国主とか大物主が出てたのってアマテラスの孫ニニギが地上に降りる前の話ですからね。まあ、日本神話では神様も普通に寿命あるし、そんな何百年も経ってるけど出てくるのおかしないってことなんですけども、まあ、どのように登場するかというと、たたり神として天皇に災いを起こす存在として現れるんですよ。どういうことか。神武天皇ってね、ヤマトの地を治めた後すぐにね、べっぴんさんの奥さんをね探し始めたんですよ。 ね神武天皇はべっぴさん知ってる人おったらぜひ神武まで連絡くださいねって言って募集かけたんですよ。でその結果、もうそれはそれはとんでもないべっぴんさんがやってきたわけですよ。そのべっぴんさんの名前が姫たたら伊助頼姫で、このべっぴんさんはね、神武天皇に言うわけですよ。私のお母さんは神様と結婚したんですよ。なので私は人間と神様のハーフなんですと、そういう話をね神武天皇にしたわけですよ。で、何の話ってなるんですけど、伊助頼姫の話によるとですね、このべっぴんさんのこのお母さんもね、大層なべっぴんさんやったらしいんですよ。そしてね、この伊助頼姫のねお母さんにかつて一目惚れした神様がいたんですよ。で、その神様はね、なんかこう照れ屋さんなのか、直接言うのがちょっと勇気ないのかわかんないんですけど、矢に化けたんですよ。で、この伊助頼姫のお母さんがトイレに行ってる時にね、その大事なところチカーって刺したんですよ。そして伊助頼姫のお母さんは妊娠したらしいんですよね。ね、まあ、すごい話じゃないですか。で、そんな話をね、伊助頼姫はね、神武天皇に伝えるわけですよ。それを弓矢チクリで私生まれたんですよ、はぁはぁみたいな感じで、まあ、言うわけですよ。だいぶ衝撃のエピソードなんですけども、いや、その矢に化けた神様何してんねんとね、だいぶ突っ込みたくなるんですけど、その神様の名前がなんと大物主と書かれてるんですね。つまりどういうことかというと、神武天皇は大物主の娘と結婚してるんですよ。まあ、大物主といえばヤマトの権力者ですよ。いろいろとぼかされてますよ。なんか矢に化けたとかね、チクリとか言っていろいろぼやかされてますけど、これってね、明らかにね、神武天皇とヤマトの地の権力者の娘との政略結婚ですよねと。いや、でもちょっと待てよと、前回のお話を考えると大物主イコール大国主なんじゃないのと。ということは神武天皇大国主の娘と結婚したってことみたいなことになってくるわけですよ。まあ、権力者に自分の娘を嫁がせて自分も一定の権力を得る、まあ、これっていうのは、まあ、藤原家とかもやってるようなおなじみのやり方なんですよ。ただだいぶ巧妙に分からんようにしてるけど、神武天皇の、ね、大和を支配してからの最初の奥さんは大物主の娘だよってことがはっきりと書かれてるんですよ。でもなんかうまいことこう衝撃エピソード織り込んで分からんようになんかうまいことそらしつつ書いてるんですよね。これよくよく考えたら相当すごいシーンですよね。なんていうかこの矢に化けるとか突然現れて突然妊娠したみたいな感を出すことで、まあ、実在の人間感をだいぶ薄くしてるじゃないですか。でも実際に大物主の娘やとすれば、それはもう
ちょっとね、この危機からは見えてこないようなリアルが浮かび上がってくるわけですよ。そして神武天皇の代が終わるとね、日本神話の中では血氏八代って言われる、この八代の天皇ほんまにおったっていうような天皇の時代が続くわけですよ。まあ、ちょっと疑われてるわけですよね。これこの人たち本当におったのかなみたいな感じ、寿命めちゃめちゃ長いし情報めちゃめちゃ薄いやんみたいな感じで、まあ、言われてる天皇の時代が続くんですけどもね。そして第10代崇神天皇の時代に再びあの大物主が現れるんですよ。10代目のね、崇神天皇っていうのはめちゃくちゃ優秀な天皇として知られてるんですけども、まあ出だしは最悪やったんですよ。まずね、天皇に即位してすぐに都中でね、ものすごい疫病が流行ったんですよ。うわ最悪や、俺も天皇になった瞬間にこれやめてくれぐらいの、もう人口が半分になるレベルの疫病が流行ったらしいんですよね。でも崇神天皇焦って、これ何が原因やと、みんな調べてくれって言って原因を調べていくと、ある神様のたたりだっていうことが分かったんですよ。そのえげつないたたりの原因が大物主やったんですよ。もうめちゃめちゃぶち切れてた。何で怒ってるんですかって聞いたら、わしをちゃんと祀れって言って、わしちゃんと祀られ足りてへんみたいな、そういう怒りやったんですよ。崇神天皇からすると、そういうことですか、どうしたらいいですか、一応今も祀ってますけども、もっとさらに大規模に祀れっていうことですか、どうしたらいいんですかってパニックになって、大物主に聞いたんですよ。わしの息子の大タタ猫に祀らせるんやって言ったんですよ。大タタ猫、誰やろ誰やろ、息子いるんですね、わかりました、探してね、この大タタ猫さんに祀らせますって約束したんです、ね、この大物主ね、大国主と同一神であるっていうのも納得なやちほこっぷりですよね。さっきからもうね、もう第一代もう神武天皇の頃からもうたたり神化してるのに子作り怠らへんなと、ね、崇神天皇焦ってもう国中探すわけですよ。そして大タタ猫くん君かって見つけるわけですよね。でこの大タタ猫に大物主が祀られてる三輪山の大宮神社を任せることにしたわけですよ。ね、それでたたりは収まって、物語的にはもう一件落着なんですけども、まあ、なんかね、断ることに出てくる大物主なんかめちゃめちゃ気になるなと、何を信じてんの、ずっとこの何代にもわたってたたってくる、急に何やと、その不思議なシーンが続くわけですよ。でもね、まあ、日本神話というか危機に書かれてることって現実の出来事として書かれてるわけじゃないですか。実際にあった出来事やとしたら、神武天皇の代が終わって10代後にまた大物主が出てくるのはだいぶおかしくないと。ちなみにね、この大タタ猫という人物もね、なんかね、こう謎が多いんですよね。まあ、日本書紀ではさっき言ったみたいに大物主の息子と記されてるんですよ。と別の話では琴城主の息子って書かれてるんですよね。でこの琴城主っていうのは大国主の息子なんですよ。だから別の話やと、この大タタ猫は大国主の孫っていう扱い、そして日本書紀では大物主の息子ってなってる。で大物主と大国主は同一人物やから、いろいろぼかしてるけど、やっぱり大国主大和支配してましたやんと、そういう事実がね浮かび上がってくるんですよ。いやでも待てよと、やっぱりね時系列だいぶおかしいし、まあ、大和を支配してたのは右早日なはずだと。そうだとすると、その辺のね矛盾だいぶすごいよと、その辺どう説明するんですかっていう話なんですよね。まあいろいろねこう謎がとっちらかってきたところでね、今回の動画はここまでとなります。この続きがねちょっと気になるかもしれないんですけれども、次回がこの大物主の謎4部作最終回でございます。次の回でこのいろいろとっちらかった謎をギャンとね一本の線につなげていくので、ぜひお見逃しなく。次回が気になる方はね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。で、概要欄にもね、僕らの SNS とか、セカンドチャンネルの情報が載ってますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回はこの辺で、バイバイ。